大町温泉号大町温泉郷は、長野県大町市にある鹿島川河しの温泉。温泉郷を名乗るが、複合的な名称ではなく、単一の温泉地である。高瀬川の渓谷にある、くず温泉からの引沌で、計画的に作られた温泉地である。リウマ町、神経痛など中高能は万人に対して、その効果を保障するものではない大町市外北西5キロメートル。 鹿島川上流の河岸に位置する。白樺、カラマツに囲まれながら、20軒前後のホテル、旅館、民宿が整然と並ぶ。その光景はさながら別荘地を彷彿させるものであり、総面積は約40ヘクタールに及ぶ。黒部立山アルペンルート短当の玄関口として発展し、温泉街にもアルプス温泉博物館、酒の博物館などの観光施設がある。 1928年に、湯量の豊富なくず温泉の泉源を利用して、大町を一大温泉地にする計画が持ち上がった。その後、用地の取得や自治体と企業の思惑の不一致など、不予曲折の末、関西電力黒4発電所建設工事の資材、輸送基地が大町に決まり、1958年に、大町から黒部峡谷まで最短距離で結ぶ。 資材輸送ルートが貫通したことで、交通の基盤が整い、温泉街整備の機運は一気に高まった。1963年には、第1号の宿泊施設が開業。さらに、1964年立山黒部、アルペンルートが開通した。以後は、アルペンルート単勝。当期は、サンアルピナ青木湖スキー場、白馬佐野坂、スキー場。 鹿島やリスキー場等の宿泊基地として発展を遂げ、今日に至っている。その後、新たな泉源開発を行い、現在は4つの源泉を持っている。大町温泉号観光協会、ありがとうございます。